どうもこんにちは、三浦です。今回は集まれ動物の森の検証動画をやっていきたいなと思います。このゲームの世界でもお金を ATM に預けることができて、なんとですね、利息がつくんだけども、その利息が一体何パーセントなのかっていうのを今回の動画で検証してみたいなと思います。ちなみに僕たちが生きているこの現実の世界では、消費者金融にお金を借りたらですね、借りる金額にもよりますが、50万円ぐらいだったらだいたい利息 15%、 住宅ローン、家を買う時のローンだったら変動金利で 0.5%、 固定で 1.2 とか3とかそれぐらいの利息ですね。ということでやっていきましょう。まあ、どうせやるんだったら50年とかね、60年ぐらいでどれぐらい、お金が増えるのかっていうのもね、ちょっと検証していきたいので、30年後、50年後、100年後とかね、一気にこう時間を動かしていきたいなと思っているんですけども、なんとですね、この本体の設定、2000年よりも過去に戻ることができなくて、未来はですね、どこまでいけるのかっていうと、なんとですね、2060年なんですね。なんで2000年にお金を例えば10万ベル預けて、60年後どれぐらい増えているのかっていうのね、やっていきたいなと思います。ということで時間動かしました。でこれ今2000年になっているとですけど、まあミレニアムっていうことでね、こういう感じになってますね。ハッピーニューイヤーってなってるね。お、お祝いムードだね。本体の時間を過去に戻すってなんかおかしなことにならないかなと思ったんですけど、な、大丈夫そうですね。あー、なんかちょっと罪悪あるな。でも時間いじると、あ、ちょっと待てよ。あ、ちょっと ATM の中入れないんだけど。あれ、ちょっと ATM 使えないっていうちょっとトラブルが発生してんだけど。そうか、ちょっとハッピーニューイヤーダメなのか。おい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 、ちょっと計算狂ったな。しずえさんからもなんかプレゼントもらった。なるほどなるほど、ハッピーニューイヤーの時にプレゼントくれるんだね。さあ、またまさかの ATM にお金を預けることはできないっていうことが発覚したので、あ、でもこれ時間ずらせば大丈夫ですかね。どうだろう、さすがに昼頃になってであんなお祝いやってないでしょ。はい、2000年1月1日のお昼12時に時間をずらしました。午後0時11分ですね。こっからちょっと検証していこう。大晦日は案内所休業。あ、そうなんだね。なるほど。はい、じゃあ ATM にある預金残高を10万ベルにして、10万ベル60年後どれぐらい増えているのか、そしてその利息をちょっと調べていきましょうかね。さあ、ちょっと引き出して、預金残高10万ベルにしました。2000年の1月1日はトタケケさんが来てたんだね。さあ、今から20年前ですけどね。 ATM に10万ベルで、手持ちのお金はこの地面に捨てたのと、捨てきれなかったのが958ベル。さあ、こっから60年後に変えていきましょう。利息がついているはず。60年後の利息なので、12月31日大晦日やっていきましょう。あ、ちょっと待てよ。そうか、大晦日だから ATM やってないのか。じゃあちょっと大晦日はやめて12月30日にしよう。まあ1日ぐらいね、変わんないと思うんで。はい、やってきました。2060年12月30日60年後ですね、2000年から。さあ、じゃあ、ちょっと、利息の手紙来てるかな？たぬきバンク来てますね。見てみよう。10万。あー、そっか。99,999 ベル。そういうオチがついたか。ちなみに、地面に置いておいたお金は60年後経っても、あ、誰も盗まないんだね。みんなすごいな、これ。
リリースを正確に調べるために、今度は1年後で調べましょう。ということで、預金残高をさらに10万ベルにした状態で、1年後、行こう。さあ、1年後、来ました。多分ね、僕、利息 10% ぐらいだと思うので、10万預けたから1万ベルぐらいは溜まってんじゃないかなって思うんだけどね。たぬきバンクどうだろう。あ！なんだこの中途半端な。6163。ということで、10万ベル預けて、利息が6163。1年間でついたので、利息は 6.1% ですね。意外とあんまり利息高くなかったな。ということで、結果 !10 万ベル1年間預けたら 6% つくので、だいたい6000ベル。100万ベルだったら6万ベル。ですね。意外と利息低いかなと思ったけど、まあでもね、15% とか、そういう利息がついちゃうとね、なんか消費者金融みたいだから、まあ動物の森だったらね、6% ぐらいがちょうどいいのかなと思いました。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。Thank you.